列中三井本館は東京都中央区日本橋室町に所在する三井不動産が保有するオフィスビルである。越後屋の跡地に三井財閥の本拠として建てられた。また、段卓間暗殺事件の現場でもある。横川民助が設計を手掛け、1902年に竣工した旧三井本館は関東大震災で建物は地震による被害は皆無だったが、 屋根や窓周りからの累称で建物内部が大きな被害を受けた。このため、三井孝明は仮本社にて新社屋建設構想に入り、社長の三井八郎上門中宗は震災の2倍のものが来ても壊れないものを作るべしと明じ、それを受け理事長の段拓馬は、総例金位3月十三日に、竣工、六月十五日に開館した。 掃除業費は2131万円だった。アメリカン・ボザールと呼ばれる新古典主義様式の建物は、外壁は花崗岩で仕上げられ、道路に面する主要なファサードは、特徴的な古ン都式のオーダーが乗る列中を、整然と並べ、水平コーニスと三井主要各社の業務内容を表現したレリーフが、廃され、さらに上階のセットバックで、重圧感の軽減が図られた。 関東大震災の教訓から、その2倍の地震にも耐えることができるように作られ、これは現行の耐震改善促進法の基準の2倍以上に当たる。エアシューターや全艦完全空調が導入されたほか、米国製地下大金庫の最大厚さ90センチメートルの扉は、搬入に最始重量の大きさから、日本橋が損傷する恐れがあるために通過が、 認められず、川に浮かべ船で運ばれた。近年、川から陸揚げを行っている写真が発見された。三井本館はその名の通り、三井財閥の本拠として開館し、三井合名会社本社、三井銀行本店、三井物産本社、三井鉱山本店など、財閥の中核企業がこぞって本社を構えた。昭和金融恐慌の際に、 三井はドルを買い占めたことを批判され、理事長の弾は財閥に対する終戦を経て1947年まで4.5回の一部は連合国軍最高司令官総司令部に接収された。旧三井本館の管理室からスタートした三井不動産は2003年4月に日本橋町づくり推進部を設置し、地域の各種団体や事業者と共同で地域活性化や 再開発事業に取り組み方針を定め、三井本館の所在する室町一構え外区においても再開発を行うこととした。しかし、1998年に国の重要文化財に指定された三井本館を含めた同外区の建設物は、業績率制度制定前に竣工したものが多く、その後制定された基準と照らすと既存不適格となり、 そのまま建て替えた場合に溶石が小さくなるという問題が生じた。これをクリアするために各方面と協議した結果、都が新たに重要文化財特別型特定外区を創設し、本プロジェクトが第一号指定を受けることになった。これによって、本来の特定外区における割増し溶石に加えて重要文化財である三井本館の床面積相当部分を 割増し溶石として活用することが可能となり、隣接して建てられた日本橋三井タワーは500%の容石率割増しが認められ、先進的な事務所機能と最高級レベルのホテル機能を両立した超高層複合ビルとなった。この日本橋三井タワー建設と並行して三井本館は動態保存、機能更新、保存と開発の両立をテーマとした。 リニューアル工事が着手され、外壁洗浄と石補修、ライトコート、エレベーター更新、空調や電気設備の更新が行われ、一部フロアが美術館とホテルに転用され、2006年3月に竣工した。1階は大きな吹き抜けを持つ銀行の営業場で、三井住友銀行日本橋支店、人形町支店、神田駅前支店、三井住友新宅銀行日本橋営業部、 東京中央支店があり、ドリス式の存在感のある、イタリア産の大理石仕上げの円柱を配し、カツラ頭、針、天井の洋書に装飾が施されている。リニューアルを機に4階には、日本橋三井タワー上層部に進出した、マンダリンオリエンタル東京の美容室、貸し会議室などのホテル関連施設が入り、7階には、三井家の所蔵品を展示している。 三井記念美術館が設けられ、1階に日本橋三井タワーアトリウム経由で美術館専用入り口が追加された。他に三井不動産が本店を構えるが、本部部署は日本橋室町三井タワーに置く。戦後、GHQ により三井財閥、三菱財閥、住友財閥の各財閥は解体されそれぞれの称号を使うことも禁じられた。 三井本社は解体を命じられ、三井物産も称号の変更を命じられた。これら三つの財閥は協力して GHQ と交渉を行い、最終的にそれぞれの称号を再び使うことが認められた。これを記念し、三井本館に三菱電気製エレベーターが設置された。三井住友銀行日本橋支店のサイン景観や店舗のイメージ上の観点から、 三井住友銀行のサインは通常の小緑と白の看板ではなく茶地に金色の文字で表記されている。ありがとうございます。